現象って怖いんだぜ、本当に。はいはい、あと40分でしょ。いいよいいよ、だからあと40分、うん、まあそっちの話よりも本当はさ、もっと本人をやりたいんだけどね。順番から言うとどうしてもその引っかかってる問題がそっちだからさ、まあ、臨終の層ね、これについて日刊商人は、皆さん方は当然御所の人臨終の時地獄に落ちるところは黒色となる上ってここを読むわけでしょ。ところがね、そこに対して日刊商人は臨終用人書っていうのをお解きになってて、それでその他種方々の行者はたとえ前奏ありとも地獄に落ちるべきことってはっきりおっしゃってるんですよ。つまり法としてもし間違ってるんであれば、どんなに前奏を現じても結局は地獄に行くんですよって、それ聞かれてるんです。だから皆さん方はこの現象現象で、そのさっきのね冒頭の話もそうですよ、その死後硬直が寛解して、そしてね、まあご主人に説かれてる通りにそうになったから お兄さんは本当に救われたんだと、でありがたくてしょうがないと、本当に痛々しいんだけど、法そのものが間違ってる場合はこの御門が適用しちゃうわけだから、検証会が本当に正しいかどうかってことを検証をしっかりして、あのそこで喜びを感じてないと、まあ和門省理省から言えばお兄さんは間違いなくこの御門の通り他種他門のものだから、他種方々のものだから、たとえ前奏ありとも地獄に落ちるべきこと、つまり申し訳ないんだけど地獄に落ちてるんです今ね。だから前奏だったからってそれを一概にはあの突っ込めないんです。じゃあどうするんですか。まず正しい法なのかどうかを心を落ち着けてゆっくり検証しなきゃダメ、自分が席を置いてるところが。それだと、それと間の通力があってね、立つ立つ立つ、本当の現象っていうのは言うようになっても分かりませんよって言ってることでしょ。西川商人が言ってんだよ、僕が言ってんじゃないんだよ。だからあなたももし文句あんだったら西川商人言ってくださいよ。私にとったってこの言葉はびっくりしたんだから。全体の話聞いてることはない。え？検体。最高に、わかる。現象として。だけど俺はね、目の前で、その、日刊商人がそうおっしゃってる限りですよ。こういう体験談は私は認めない。何とでも書けるし。現象ですよ。いやいや、この活字になっちゃった限りはもう、とても認めらんない。なぜかったら、検証会から脱会した人で、こういうことを書いてた人たちが、みんな、こうやって幹部に書き加えられて、自分の意思と違うようなものになってたってことを、みんな言ってんです、辞めた人たちが。どうぞ。